ちょっと行きます。うん、乾杯。<laughs> で、できないです。ゆうきさん。助けてください。ああ、これ先輩の流派をがっつりついてますね。助けてください。なるほどなー。できません。ささやけないです。で今のささやけないですさ、ちょっと惜しいよ。え惜しいんですか。ささやけないです、うん。ああ、おお、おさんもいる。どうも、お邪魔してます。<laughs> びっくり。うん。 あねえ、でもちょっと強いだけじゃないあ、ほんこれちょっとやっぱ力を抜けばいいんですかねうんちょっと力…ちょっと、うんちょっとじゃ力抜いてますね抜いて抜いて、うんささやけないんですよほらああもうちょっと、もうちょっとだけ抜いてみてささやけないんですよできちゃったじゃんできちゃった <laughs> できちゃった <laughs> できちゃった でもこれ明日には忘れてそうこれも呼気の量なんですよ結局ご<っ>あなるほど呼気そう呼気あの息ね量をどのぐらい出すかによるだけれどもでもやっぱその持って生まれた生態によってはやっぱりうん、うん、あの強く息を通さないと発生できない喉の場合もあるのもちろん。 なるほどははいはい,はい,はい、はい、そうとなると自分の経験上のこのぐらい息通さないと音にはならないなっていうラインまで無理して「あー」って出しちゃうとはい、はい、喉の震え方がそう実音の時と同じぐらい震わせちゃうと「あー」ってなっちゃうすごいすごいなだから最低限の音はこのぐらいかなっていうところまで細く息を出せるとこのぐらいでささげたりする。 いいやや何をそんなつもりから。な何をターはいや、ちょっとやめてよ、や、もしかター。も一回。も回やってみる。もう一回やってみる。え、できないよ。ちょっと、今の声なんなさい、もしかし